たがプレセア？なんだかちょっと前までの私を見てるみたい。ゼロスはハーフエルフが嫌いなんだろ？好きじゃねえな。じゃあなんで僕らの旅についてくるのさ。ま、俺様も似たようなもんだし。どういうこと？望まれて生まれた命じゃないからな。お互い様ってことさ。Thank you.
けません。
Thank you.
よ。カミュベレート、早く帰りましょう。なんだなんだ？さっきです。待っていたぞ、シルバラントの旅人とやら。お前たちを始末すれば、教皇が俺たちの刑を軽減してくれる。おとなしく消えてもらおう。今
は動くな。動けば巫女から死ぬことになる。それでもいいのか。おいおいおい、巫女にこんなことしていいと思ってんのか。世界の滅亡を企む者は巫女などではない。そう。おいロイド君、俺様を見捨てたら化けて出るぞ。今猛烈に見捨てたくなったぞ。助かった。お前は。一度撤退する。仕方ねえな、こいつら強すぎる。助かったみてえだな。よかったね、みんな無事で。
こちらでは精霊も研究の対象にしてるのね。ああ、マナをエネルギーとして利用するのには精霊自体を研究する方がいいのさ。興味深いわ。精霊という存在はどう誕生してどう世界に影響を与えているのか。コリンは精霊の研究には反対。あら、どうして。どうしても。コリンは実験の段階でいろいろ辛い思いをしてきてるからさ。そういえばコリンは人工精霊なのよね。興味深い。やば。ずらかい。ああ、お待ちなさい。Thank you.
Thank you.
エレカーか。早く乗りてー。ロイド君はのんきだね。まったくだわ。もともと地上を走る乗り物で海を渡るなんて無謀よ。そう？タライよりずっと安全そうだけど。タライ？おいおいおい、シルバラントじゃタライで海を渡んのか。タライのことを思い出したら気分が悪くなってきたわ。
ホレットちゃんは嫌じゃねえのか？ん？何が？いや、何がって、その、自分が巫女だってことがだよ。自分の人生だぜ。自分で好きに生きたいとは思わないか？私、自由に生きてるよ。だって、私が犠牲にならない方法をみんなが探してくれてるもの。でも、もしもその方法がなかったら。その時はその時だよ。それに、たとえ私の体は奪われても、心は自由だから。だから、私の心が望むまま、世界が幸せになったらいいな。すげえな、コレットちゃんは。俺様にはとても真似できねえ。ううん。私、口ばっかりなの。本当にそうなったら、きっとダメなんだろうな。だらしない巫女だね。いや、本当にすげえよ。それに比べて、俺は。あ、かわいいリボン。プレセアっておしゃれだね。これは、自分の身を守るための道具です。でも、とっても似合ってるよ。似合っている。そんなの、意味のないこと。そうかな。連れて行くつもりか。街中でお前とやり合うつもりはない。お前の腕ではまだ私を倒すことなどできないだろう。バカにするな。事実を言ったまでだ。再生の巫女、生きたいと思うのなら、その出来損ないの要の門を外すことだ。嫌です。これは、ロイドが私にくれたものだから、絶対に外しません。バカなことを。あいつ、コレットを狙ってきたわけじゃないのかな。少し偉そうなやつだな。すかした喋り方しやがって。あんたはその下品な喋り方、直した方がいいんじゃないの？それより、ロイド。その、ケイトという人のところへ行かなくては。そうだな。急ごう。